招待、招待、これがなんか取ったんですって。ああ大賞、我々の、はい、招待も3年ぐらい前からずっと使っている、はい、ようやく浸透してきました、ね、ようやく招待が、招待が、招待、うん、江藤平の友人です。 T 隊長です。隊長でございます。我々の過去の動画で ENTJ と ESTJ ですね、うん、内向の人たちに比べると、うんうん、やっぱりこの外向の人たちは、うんうん、あまりその視聴回数は、まあ、外に出てるんでしょうねきっと。こういう時間にとか、まあ、うちを見つめるとかあんまないんじゃないですか。自分を内省するっていうことがないんですかね。うん、少ないんじゃないですかね、はい、あとその前 ISTJ だったか ENTJ だったかな、はい、そのいいねが1万回ぐらいついてるのに比べ、うん、例えばその結構バッと押されるんですね、うん、とこの今回の ESTJ と ENTJ だと、はい、結構バットボタン逆なんバットも押されるはい、っていう方々、うんうん、はい、見てくれたってことですね。見てくれてチェってやった、うん、まあありがたいですけどね、うん、見ていただけるだけでも、はい、本当に興味ない人は見ないですからね。そうですね、うん、特にこのアメリカの心理学者では、うん、何でしたっけ、エニアグラムと NBTI は、うん、批判、クリティカルさせてる、うん、っていうところ、はい、今日は、うん、バーッとかできる人たちなのかなって勝手に今思ってるんですけど、あ、まあ、そうかもしれないですね、はい、外向思考タイプのこの黄色の主機能が黄色の人ですね、うん、ESTJ と ENTJ、うん、主機能が思考、主機能が思考で外向思考、外向思考、うん、で劣等機能が内向感情ですね、内向感情の人ですね、うん、自分の気持ちがわからないですよ。おおなるほど、おろそかで、うん、この MBTI への招待のまとめからいきますと、うん、外向思考の人の特徴としては考えたことを行動に移すことを重視する、うんうん、で議論を好み、うん、考えが豊富、うん、強そう、うんうん、言い任せそう、うん、はい、で前もって考えをまとめ計画的、うん、物事への対処に決まったやり方、決めたことはもうやる、うん、エネルギッシュで速いペース、合理的で分析的、うん、表現が豊かで言葉が流暢、うん、勝てる気がしない、うん、で望みが高い、大志を抱くとあります、うん、で気まぐれ、うん、気まぐれ、これが怖いですね、気まぐれ、気まぐれ、はい、で経験や情報を即座に分析し力強く表現する人です、うんうん、力強く表現する人ですと、うんうん、取り巻く世界に順応し管理するのに役立つ計画や仕組みを常に持っている、考えや提案を豊富に蓄えている、目の前のどんなことでも流暢に批判したり解決策を考えたり改善案を持っている、うん、同じというか男としてはちょっと憧れます、うん、こんな人社会で強いだろうなって。まあ、めんどくさそうですよね、敵に回すと、まあ、でも、うん、逆に嫌われる可能性もありますけどね。まあそうですね、うん、あいつめんどくせえってかもしれないですね、うん、でストレスにさらされた場合としては、うん、この辺ですね、うん、周囲を見下し横柄、うんうんうん、向こう水で攻撃的、うん、ご都合主義な方と、うん、NBTI のいざないでは、うん、こんな風にまとめてありました。はい、はい、ではこちらですね、うん、MBTI タイプ入門、うん、インザグリップ、はい、ではどうまとめられているか、うん、主機能が外向思考のタイプの特徴としましては、自分が思考する、思考というのは指さす、自分が指さす思考機能を外界で用いることで動機づけられるため、うんうん、人や物事、うん、出来事など外界のさまざまな事柄を整理し自分が管理や調整しやすい状態にして判断を進んで下そうとしますと、うんうんうん、なるほど、起きていることを自分が管理しやすいようになんですね、うんうんうん、まあ仕組み化しちゃうみたいなことじゃないですか。それが何て言うんだろう、世の中のためになるとか、うん、あそういったことじゃないって、うんうん、今僕はこれだけでちょっと見ちゃったんですけど、うん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 、自分がやりやすいようにギュッて
考えちゃう人なんですね。まあ、自分がやりやすいっていうのは世の中もやりやすいみたいなところはあるかもしれないですけどね。ああ、これ僕がよくやるやつですね。ああ、うん、僕がそう思ってんだからみんなそう思ってんでしょ、うんうんうん、だからこういうふうにやったらみんなやりやすいじゃんみたいな、管理もしやすいし、で口喧嘩が強いんですよね。で口喧嘩でこう叩きのめす前の準備はしっかりしてある。ああ、もう無理、こう来たらこう返す、こう来たらこう返すっていうのが無理、もう体鍛えるしかない、はい、もう拳こうしていくしかないもん、はい、っていう人ですね、うん、はい。で、特徴としましては、能力が高いことや、うん、効率が上がることや、うん、結果を出すことを重んじる、うんうんうん、あ、なんかもう仕組み化してそう、仕組み化してそう、はい、ここに営業のグラフを作ったんで、うん、これみんな目指すように、いいね、うんうん、俺やってきたから、うん、やめますって、リーダー的な役割を取ることに対して、うん、心地よさを感じる。あ、もうお前これやれ、お前これやれみたいな感じですよね。ナチュラルボーンリーダーですよ生まれながらのリーダー、生まれながらの、はい、理路整然となっていることを求める、うん、僕無理ですもん、理路整然とは、うん、もうちょっとちゃんと説明しろとかやるんですよ。あ、待ってなんでできなかったのか、もうちょっとちゃんと説明しろみたいな無理、はい、なるほど。で、自分が果たしたことが周囲に認識されることを求める、うん、人に好意を持たれているかよりも尊敬されているかに価値を置く。ああ、そうかもしれない、あの人すごいよねの方が、あの人好きとかよりもあの人すごい、好かれたいじゃないんです、好かれたいじゃない、事実や正確さおよび効果的な生産性に重点を置く、基準を高く持つ、うん、まずは批判的な捉え方をする、あ、うん、っていう方ですね、うんうん、なるほど。あ、サナさん、リアクションを瞬間的にできそうな人たち、お友達ができにくい人たちかもしれないですね、うん、好き嫌いよりもできるんですからね。そうですね、うん、で、小物になる人もいるんだろうな、この人たち、偉そうに見えるだけ。ああ、まあそれはいると思いますよね、はい、あの安住とか、安住って漫画のアニメ、漫画の、はい、漫画の、はいはい、の、うん、なんか子役に、あ、いつも顔が変に描かれる人たちはもういるかもしれない、いや超大物か、うんうん、子役人か、いや尊敬だけ求めて、うんうん、裏で唾吐かれるような人、うんうんうん、こう実力が伴ってないみたいな、伴ってないみたいな、まあ、そういう人もいそうですよね。いそうですね、はい、うん、で、サナさんは勝間勝代さんは ESTJ に見えると。なるほど、多分皆様の心の中にも、うん、外交志向の人はいると思います、はい、目立つグループにいて、うんうん、口の立つ人、口の立つ人いた、うん、だからご都合主義みたいなとか、そういうとこじゃないですか自分の都合のように、なんかでも言いくるめられちゃうみたいな、はいはいはい、うん、あ、でもね、僕、うん、あの2人で遊ぶとかとこにはいないです。あ、はい、まあ、そうかもしれないですね、はい、うん、っていうのを多分向こうも求めてないんでしょうね、うん、まあ、好きとかっていうよりは好きとか、はい、うん、俺はこの中でできる方だみたいな、そうですよね、立ち位置を目指すみたいな、はい、うん、いないわけだ、うん、周りに好かれようとしてないみたいな。そうですね、うん、で、僕も好きな人と一緒にいたいじゃないですか。はい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 、まあ、そうですよね、はい、うん、だといないですよね、うんうんうん、皆様いかがでしょうか、うん、周りに ESTJ、 あ、っていうからバッと押されるんですよそうですね多分、なるほど、うん、で、やっぱりこの、いや、僕も男の子だと、はいはい、すごいって言われたいじゃないですか。はいはいはい、はい、だとすごいって言われたい人のところに、うん、すごいって言われたい人が行くかっちゅう話ですもんね、うんうんうん、ライバルですもんね。そうなんですよ、うん、僕は僕の お山を作りたいんですよ、うん、すごいって言われてるとはちっと思うわけじゃないですか。僕も思いますよ、うん、で、向こうが高い山作ってるなら僕もじゃあこっちで山作るもん、うんうん、違う方向で、違う方向で作るもんってなるんですよね、うんうん、はい、うんうんうん、魚さん、心は大物、実態は小物わら、ちょだからあなた会社でギュッてされるんですって、うんうん、自然と仕切る人はなんとなく外交志向なイメージがある、うんうん、私は違う。魚さん、私は仕切るのがめんどくさがって横やりを出すタイプ。え、違くないですか。あ、え、違くないですか、うん、黙るのは感情、それをまたギュッてやりに行くのが志向なんでしょうね、うんうんうん、はい、感情は多分黙るか感情的に、うん、じゃああなたやりなさいよ、うん、あなたがやりなさいよ、じゃあ
感情ですからね感情ですからね、うん、じゃああなたがやればいいじゃない、私いいからもう、うんうん、僕は内向感情なんで、はい、シーラないですよこれをどう、あ、ごめんなさい、はい、この心理学の人は否定するんですかねと思って、否定っていうか、まあ、証明できてないよねって話ですよ、できてないけど、もうちょっと、はい、こう理論積み立てきなさい、でもなんか分かるがあるんですよ、それは分かりますよ、分かるが、だからあの否定ではないっていう、あ、はいはいはい、分かるはありますね、うん、